中東戦争、消耗戦争、消耗戦争は、1967年から1970年にかけて、イスラエル・エジプト間で発生した戦争。1967年の第三次中東戦争で、イスラエルに対して、大敗を喫したエジプトが、イスラエルの戦力、指揮低下を狙って散発的に仕掛けた戦争。エジプト軍は、スエズ運河東岸のイスラエル軍陣地を狙って、 攻撃やコマンド部隊による襲撃を繰り返した。これに対してイスラエルはエジプト軍人地への空爆やコマンド部隊の襲撃をもって徹底的に応戦した。戦争は両者が決定的勝利を得られないまま九百六十九年三月から約一年間、それ以前の攻撃も含めれば約三年間続き、九百七十年に停戦した。この戦争中にイスラエルは 対エジプト防衛線、いわゆるバーレブラインを構築している。1967年6月5日朝、イスラエル空軍は、エジプト、シリア、ヨルダン、レバノン、イラクの各空軍基地に攻撃を行った、第三次中東戦争の勃発である。この攻撃によって、アラブ軍の航空戦力は、壊滅、続く地上戦でもアラブ軍は、イスラエル軍の前に配送を重ね、 6日間でイスラエルが圧倒的勝利を収め、スエズ運河を含むシナイ半島全域、ヨルダン川西岸全域、そしてゴラン高原を占領した。このことは単に領土が4倍に拡大しただけでなく、イスラエル軍の防御がより容易になることを意味した。イスラエルには、この戦争でアラブにとってイスラエル抹殺は、もはや夢となり、占領地と交換に、 和平交渉に乗り出してくるのではないかという期待もあった。事実、イスラエルの内閣は戦争直後の6月19日には平和と返還地の非武装化を条件とし、シャルムエシェイクを除く市内半島とゴラン高原の返還を閣議で決定している。しかし、アラブ諸国にとって第三次中東戦争で大敗を喫したまま、イスラエルと和平交渉を行うことは、 自らの敗北を認めることであり、到底受け入れられるものではなかった。9月1日スーダンのハルツームで採択された、ハルツーム決議で、イスラエルと交渉せず、イスラエルと和平せず、イスラエルを承認せずのいわゆる、3つの脳を決議し、イスラエルとの徹底抗戦の姿勢を示した。エジプトのがマル・アブドゥル・ナセル大統領も、敗戦の責任を取り一度は、辞任を考えたものの、 国民の根強い支持によって大統領の座にとどまった。武力で奪われた者は武力でしか奪回できないと宣言、エジプト軍の再建と占領地の解放の方針を示した。以下の3段階である。不屈の朝鮮積極防御消耗戦争これと同時に、ソ連はエジプトに対して国連において戦争がまだ終わっていないとの空気を作るべし、と吹き込んだ。 スエズ運河が封鎖されたままなのは戦争のせいということとなり、自然とイスラエルに圧力がかかるからである。第三次中東戦争における市内戦線の経過からもわかるように、イスラエル軍は機動戦を得意としたが、逆に物量がものを言う、性的戦闘はエジプト軍に分があった。またアラブ側に比べると人的資源に乏しい、イスラエルは常時損害を出し続ければ、 次第に弱っていくだけでなく、経済損失により国全体の士気も下がり、あわよくば、イスラエル軍の東岸からの撤退も引き起こすこともできるはずだとエジプトは考えた。そこで、エジプト軍は東岸に攻撃を加え、イスラエルを消耗させることにした。消耗戦争中の1970年に前線を視察するイスラエル軍の将校。前列左からダビッド・エラザール参謀次長。 ハイム・バーレブ参謀総長、モシェ・ダヤイ国防相、アリエル・シャロン南部方面軍司令官。エジプトが消耗戦争の開始を公式に宣言したのは1969年の3月であるが、実際にはそれ以前からイスラエルへの攻撃は行われていた。そのため便宜上、本記事では前室のエジプトの軍再建計画の段階に従い、3つの期間に分けることにする。 戦闘は散発的に続いたが、多くはイスラエルのパトロール隊をエジプト軍が西岸から野砲や戦車砲で攻撃し、時にはイスラエルの空軍機が反撃を続けるといったパターンであった。運河周辺の都市、カンタラ、イスマイリア、スエズ市の市民は疎開をはじめ、最終的に75万人ほどが難民になっている。 エーラート事件で沈没したイスラエル海軍の駆逐艦、エーラート。エーラート事件に対応して、イスラエル軍は、スエズ市の製油所、石油タンク及び、石油化学プラントに砲撃を行った。火災によって、プラントや工場が喪失、エジプトは1億ドルの被害と、死者11負傷92と発表している。この攻撃の後、小規模な戦闘はたびたび続いたが、 運河域には再び昇降状態が訪れた。ヨルダン方面でもヨルダン軍、中ヨルダンのイラク軍、そしてパレスチナ解放機構によるイスラエルへの攻撃が頻発していた。1968年3月にスクールバスが襲撃され、児童数十名が犠牲になったことをきっかけとして、イスラエル軍はヨルダン側東岸の事実上、PLO 基地と化した村、 カラメへの攻撃を決定し、3月21日に攻撃が行われて、PLO ヨルダン軍との間で戦闘になった。イスラエル軍の作戦は成功し、カラメの PLO 基地は破壊されたものの、イスラエル軍は戦士28名、負傷69名、戦車4両、装甲車2両と航空機1機の損害を出し、PLO ヨルダン側も大損害を与えたとして、勝利を主張した。 1> 約一年間の昇降状態を経て、エジプト軍は攻撃を再開した。一方で、砲兵火力に劣るイスラエル軍もエジプト領内での襲撃作戦を行った。イスラエルがバーレブラインを構想、建設したのもこの頃である。バーレブラインの構築エジプト軍による攻撃が中断された中、イスラエル軍の参謀総長、ハイム・バーレブ中将は、 アブラハムアダン少将を委員長とする対策委員会に運河東岸での防御陣地構築と防衛計画についての研究を命じた。後日はダンラの出した計画は運河東岸に敵の監視圏拘束にあたる拠点を1 1トル間隔で15個配置し、その後方に師団規模の機動部隊を配置、さらに支援施設を構築してエジプト軍の小規模、 大規模な攻撃療法に対応できるようにするというものであった。当時参謀本部訓練局長であったアリエル・シャロン、少将と気候総監のイスラエル・タル少将は、東岸拠点の構築に反対し、代わりに機械化偵察部隊を巡回させるべきだと主張したが、バーレブと南部軍司令官、イエシャヤフ・フガビッシュ少将は、アダンの案を拠点をさらに増やし33個にすることで、 採用し、消耗戦争が消耗状態になっていた1969年1月には建設が開始された。1969年3月にエジプトは消耗戦争の開始を宣言し、戦闘が再び再開した。イスラエル軍の反撃も過熱でイスラエル機がエジプト領内を自由に飛び回るようになると、ソ連が防空部隊や航空部隊を投入した。 1969年当時のイスラエル空軍,軍の主力戦闘機、カイマイナス 4E。制、e、空戦闘だけでなく対地攻撃でも活躍した。スエズ運河と周辺の地図1970年 S-125、ネバチ対空ミサイル。消耗戦争に従軍したソ連軍パイロットに授与された勲章。下部の文字は、モスクワ、カイロと書かれている。戦争前は、エジプト機が、 エルアリ基地から約4分でテルアビブに到達でき、またガリラヤ地方はよくゴラン高原からのシリア軍の砲撃にさらされた。ありがとうございます。